J2 の松本山雅 FC は10日、2020シーズンまで所属していた MF、本牧が現役を引退することを発表した。今、ズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも簡単、超。1ヶ月無料お試し実施中、現在33歳の山本は2019年8にジェフユナイテッド千葉からの期限付き、席で松本山雅に加入し、翌年完全移籍。契約を了せず昨季限りで退団となっていた。この他、引退する決断をしました。松本山雅で過ごし、1年半は数えるほどしか試合に出ることが出ず、チームの目標達成の力になれなかった子を申し訳なく思っていますと、山本はクラブ、通してコメント。サポーターへの感謝の思い、表し、声援の中で、松本山雅の一員として一緒、戦えた時間は僕の宝物ですと綴った。15年間戦、生活が続けられたのは、今まで関わった地位、メイト、監督、コーチングスタッフ、メディカル、スタッフ、クラブスタッフの方々、スポンサーの皆、そしてサポーターの皆さんのおかげです。本にありがとうございましたと、山本は続けてる。山本は、清水エスパルスの下部組織で育ち、2005に17歳で、トップチームデビュー。2012年にコンサドレ札幌、2013から2015年に川崎フロンターレ、2016から2019年に千葉でもレーシ、J1 で通算160試合出場11得点、J2 やカップ戦など含めて通算290試合に出場し20得点を記録した。2020シーズンの松本山雅では、J2 でリーグ戦11試合に出場、ていた。りょう。